はい、みんなおはよう。和田津です。今大丈夫？ずんこさんいらっしゃい。楽しんでいてください。音量問題ないですかね？声も無事聞こえてますか？和田津です。OK。ノイズとかもない。特に。バックミュージックも問題ない。はい、皆さん和田津です。よろしく。初見さんいらっしゃい。てっつん、鬼姫宣伝中さんいらっしゃい。面白かったらフォローしてください。てっつんいらっしゃい。おい、ひろゆきさんいらっしゃい。ふわっちの上手だ、なんだ。なんとか性が出てる。今朝の配信であった。そうだね。まあ、しょうがないよね、こればっかりは。まだ、出来上がって、まだ1年ぐらいのサイトだし。それにしては機能結構、充実してる方だと思うから。俺は結構満足してるよ。ふわっち。まだまだこれからでしょ。一年でこんだけいいサイト作るっていうのは、運営結構気合入ってると思うよ。いい運営だと思う。フォローしてる？もう、ありがとう。嬉しいよ。あ、全然勝手にフォローしていいんだよ。うん。全然全然。フォローしてください。ハートプレゼントありがとうございます。頑張ります。おはよう、なーちゃん。楽しんでってね。面白いサムネだね。いいね。てつんハートありがとう。頑張ります。ありがとうございます。いいね、いいね。りょうさん、りょんさん、ハートありがとうございます。てつんさん、りょうさん、あとありがとう。あざす。今日はね、配信分回していこうと思ってるから。ハートありがとう。いいね、ハートありがとう、リオさん。この前、祖父の、ん？あー、この前、日曜日に来るのは浅井さんっていうおばあちゃんだね。エミさんおはよう。エミちゃんおはよう。リオンさん、てっつんさん、ハートありがとう。ありがとうございます。肺の音が結構いいね。ハートが止まらない。ハートありがとう。ハートが止まらないよ。ハートが止まらないよ。いいね。なんでこんなガサガサ音拾うんだろう。肺の音拾いすぎなんだよな、多分。マイクの性能がそうなってんのかな。知り合いではもう2、3年ぐらい。長いっすね。浅井さんは。長い長い付き合いは。結構古い仲間ですよ。結構もう、どれくらい経つんだろうな、出会ってから。かなりもう付き合いありますよ。浅井さんとは。浅井さん友達、うん。古い友人ですよ。結構もうかなり付き合い長いですね。だいぶ経つよ。結構。知り合ってから。この放送見てる人だったら、浅井さんのツイッターもフォローした。浅井さん喜ぶよ。結構、ツイッター力入れてるから、浅井さん自身が。ありがとう。な、嬉しいっすね。浅井さんフォローしてくれると。今日浅井さん来るかもね。日曜日は毎回、なんだろう。やってるから、いろいろ活動、浅井さん自身が。来る可能性ある。おー、ヨシピコいらっしゃい。ヨシピコいらっしゃい。楽しんでて。浅井さん面白いよね。抜群のキャラクターだからね。浅井さんは結局何者なの？だから、まあ、簡単に言うと神様だよね。本当に神様だと思ってるけど、俺は。ああいう人を神様って言うんだよ。あ、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 
音でかい？若干。これくらいの方がいいのかな？音でかかった？大丈夫？これくらいで大丈夫っすか？音。難しいんだよなぁ、ほんと。浅井さんとなれそめ。もともと、石野康介っていうすごい配信者がいて、働きたくないと。で、苦しみたくない。で、苦しまないで所得を、生計を立てるっていう、副所得っていう、副っていうのは苦しまないって書いて副なんだけど、副所得っていうのを本人が考えて、で、配信で食ってくってやってたんだけど、なんか、もうすごかったの。FC2 でアクティブ700とか、初めて1ヶ月で稼いでて。で、そいつが家なくなったからって言って、俺の家1ヶ月間ぐらい泊まってたんだけど、なんかもう死にたいとか言い始めて、もう俺は生きてる価値ない、死にたい、もうご飯も食べないとか言い始めて、もう家もいらないとか言って。で、俺が面白いからホームレスやろうっつって、近所のホームレスの溜まり場のところに連れてって。で、ホームレスを探してた時に、なんかこう、おにぎりとか配ってる夜中だったんだけど、夜中におにぎり、ホームレスにおにぎりを配ってるおばさんがいて、あ、NPO 団体の人だと思って。で、あ、すいませんっつって、この辺でホームレスやりたいんですけど、紹介してくださいって聞いたのが浅井さんだった。うん、ICY さん、フォローありがとうございます。初見さんいらっしゃい。初見さんいらっしゃい。楽しんでってください。うん、ね。そうそうそう。もう本当に、ホームレス何十人もご飯食べさせてんの、毎日毎日。いろんな人にご飯を、こう、配ってるっていうか、そういう人だね。本当すごいと思うよ。で、ある日、その、浅井さん自身も昔ホームレスだったんだけど、NPO 団体について、あのね、ホームレスに対して生活保護受けませんかとか、炊き出しとかやってる、その NPO 団体はいっぱいあるんだよ。で、俺もその生活保護受けるときに、いろいろ、もやいっていう有名な団体とかあるんだけど、そういうのを調べて、いろんな活動あるんだよ。後ろお化けいないよ、後ろには。うん、最近名前間違えられて気になって、見に来ました。あ、和製さんと和道が似てるからか。うん。もやいっていう NPO 団体があるんですよ。うん。和製さん楽しんでてね。うん。面白かったらフォローしてね、和製さん。そうそう、そんな感じかな。うん。いろんな団体があるんですよ。うん。浅井さん？浅井さんまだ来てないよ。和製と和道は全然違うと思うけど和しか合ってないかんね。どこをどう間違えたんだろう。初見さんいらっしゃい。スペルマモロピーさんいらっしゃい。面白かったらフォローしていってください。よしピコ笑うな。なんか今声入った。すげえな、後ろの歯磨きの音の方が拾うんだ。うん、シャカ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 って。ていうか、のんたんちょっと喋って。あ、のんたんの声すげえ拾うわ。うん。わ、ここしか見てないのかと、二人に間違えられた。うん。もう俺も結構配信長いからね。うん。和道だ、和道だって言われるんだろうね。そうそう、のんたん、のんたん。彼女。彼女と今日 UFO キャッチャーで帽子取ってきたんですよ。嫁、うん、僕の嫁です。これのんたんの帽子。54名さんいらっしゃい。和道です。おはようございます。今日は結構ロングタイムで配信やる予定なんで楽しんでってください。かわいい。のんたんといつ結婚すんの？なんかね、のんたんがね、結婚願望 あんまりないらしいね。うん、俺は、のんたんが結婚したいと思ったらいつでも結婚する覚悟はありますよ。覚悟っていうか結婚したいっすね。本当に。のんたんと一緒にいたいね。そうそう、のりぴー。NPO を少し手伝ったことあるけど、結局いろんなことやってますね。そうだね。もう本当に NPO 団体って誤解されてるけど、事前事業をやらないといけない団体だと思ってる人いっぱいいるんだけど、日本ってさ、NPO 団体ってさ、もともと最近できた文化だから、あんま詳しくないかもしれないけど、まず、非営利団体なんですよ。
非営利団体っていう言葉に騙されてて、営業活動やっちゃダメだと思ってる人いるんだけど、ボランティアと NPO 法人じゃ全く違うのね。ボランティアっていうのは、有志でグループが人が集まってグループ化して、で、無料で何かをやろう、社会奉仕をしようっていうのがボランティア。で、非営利団体 NPO 法人っていうのは、利益活動していいんだよ。売り上げ上げていいんだよ。営業行為やっていいの。ただ、利益っていうのを翌年に持ち越せないの。だから物に変えないといけない。ただこれだけ。だから NPO 団体とかってソファーがリッチだったりとか、儲かってるところだとヘリコプター所有してたりとかするんだよ。そう、非法人じゃない。非営利法人。非法人ではない。法人は法人だから。非営利法人。だから名前がね、誤解を受けるんだよね。アメリカの NPO なんかオフィスビルのワンフロア借りてバリバリやってるところとかある。うん、全然ある、全然ある。NPO の歴史って結構、諸外国だと多いですよ。古いですよ。うん。歴史がある。だからジャーナリスティックな日、NPO とかもあるし。のんたんと一緒に暮らしてるわけじゃないよ。おはようございます、ミーガンさん。おはよう。うん。だから政治活動をやってるところもあれば、ジャーナリストの活動をやってるところもあれば。普通にね、まあ、みんながイメージしやすい社会貢献活動をやってるところもあれば、営業行為は全然やっていいんですよ。そこがね、誤解を受けやすいところなんだけど。NPO 法人詐欺みたいなの結構流行ったんだよね、昔。NPO っていう言葉でさ、みんな騙されちゃってさ、あ、ボランティアやってるのいい子ね、つって寄付しちゃって。で、騙されて金巻きが、お泊まりしてたわけじゃなくて、朝、あそこ、なんだっけ、大経園っていう、でっかいゲームセンター行ってきたの。超でっかいゲームセンター。で、二人でビリヤードやって、UFO キャッチャーやって、で、あと何やったかな。あ、ゴーカートやってきた。私が手伝ってたのは、風営法とか、みだらのことをきれいにするってやつだったけど、結局そこら辺が風俗やってた。まあ、そんなもんでしょ。うん。だから今 NPO 法人の名刺切ると詐欺団体ですかって言われちゃうぐらいだからね。うん。信用があんまなくなってる。非営利だから儲けにならないような。いや、だからそれが間違いだよっていうことを言ってて、今。非営利団体だから営業活動やっちゃいけないと思い込んでる人が多いけど、営業活動はやっていいの。ただ利益を繰り越せないから物品、物とかに変える。だからフロアがビルとかヘリコプターとか車とかにお金かけんの。うん。全然儲けてますよ。物に変換してんの、ただ単に。っていうよりも、普通の人って株式会社が何なのかっていうのを理解してないっていう方が俺はびっくりする。よくさ、株式会社って誰の持ち物なのって言った時に社員とか言い出すのよ。日本人ってバカだから。あれって、会社ってそもそも誰のものなのかってわかる？誰か。みんなは誰のものだかわかります？会社っていうの、そのものは。儲けになるけど、なんかそこは先まがいだった。そういうとこばっかり、まあ多いっすよね。うん。だからね、騙されちゃうんだよね、普通の人は。株主。うん、そうですね、正解ですね。株主のものなんですよ。だから、社長のものとか言ってるのも間違いだし、社員のものだと思ってるのも間違いなの、ね。うん。利潤動機を追求するのが会社だし。で、法人っていうから、法の人格なんだよ。だからアバターなんだよね。そもそも会社って。NPO は喫茶店、スナック、居酒屋、一般企業もできるからな。全然できるよ。縛り全くないよ。うん。全くない。だから、株主に還元するっていう考え方をなくそうっていう団体なの。どちらかっていうと、だから、なんて言えばいいんだろうな。利益を追求するのが、使命っていう考え方に賛同してない人たちが立ち上げた組織のことを NPO って言うんだよ。うん。全然面白いよ。合同会社とかの仕組みとかも面白いよ。最近知ったけど、それでも社長が解任されることもあるみたいでびっくりした。あ、それそうだよ。だから、俗に言う会社ってどうなってるかっていうと、株主たちが株を出し合って会社っていうものをまず作るの。で、今度は、役員って、よく役員って聞くとさ、専務とか、なんとかとか言うと偉そうって思うけど、なんで偉いのかっていうと、取締役会っていうのを年に一回開くのね、最低でも。で、取締役会に、
で、取締役会というのは会社の運営側なんだけど、運営側の取締役会、要は投票権を持ってるから偉いの。で、その取締役を選任するのが株主なの。だから株主がお前社長やれ、お前は何やれって、まず決めるのよ。で、社長が決まると取締役会ができる。で、役員が決まるでしょ。役員っていうのは会社のこと、内部のことは決められんの。ここに予算をいくらさ、こう、リストラをしようって決める権限があるのは役員。で、この役員を選定するかどうかっていうのはオーナー、簡単に言うと。だから、ここで決まったことっていうのは最終的にオーナーに上がるの。コペちゃんいらっしゃい。来月だっけ？よろしくよろしく。人間株もあればいい、人間株もあればいいのにね。そしたら、人間株？どういうことだろう。人間株もあればいいっていうのはどういうことなんだろう。人間株だよ。だって法人だから、人だから。なんか会社って組織のことだと思ってるけど、法律的に言うと人なんだよ、あれ。法人を結構意味分かってない人多くて、法的な人格、要はアバターのことを言うの。法律的なアバターの。どうしてそういうことをやるかっていうと、組織になってくると誰に責任があるのかっていうのを追求できないから、法人格って言って、仮の人格を作って、もし法人として活動していた場合、犯罪を犯したりとか罪を犯した場合っていうのは、この会社を裁くっていう。そういう考え。今回トランプのことどうなるかと思います？株めっちゃ下がったけど。俺は日本には追い風だと思ってるね。日本にはっていうか、安倍政権には追い風だと思ってますね。だって、憲法改正しやすくなるし、日本は軍隊持てるようになるし、で、トランプがやればやるほど日本の信用ってどんどん上がるから、だから日本には追い風になると思ってるけど、それをうまく扱えるかどうかは安倍さん次第。で、結構、今の世界情勢ぐちゃぐちゃだから、安倍さん結構キーマンになってきてるから、安倍さんは美味しいよなっていう、追い風だよなって、運がいいと思ってる。来週だよね。集団的自衛権、なってしまったのに平和条約なくなる気がする。まあなんか憲法改正だろうね、多分ね。まあ平和条約どうこうっていうのはどうなんだろうとは思うけど、結局トランプもお飾りだからね。まあこれが世界の流れなのかなと思うよ。アメリカはプーチンでしょ、習近平でしょ、北朝鮮はね、あいつでしょ、安倍さんでしょ、どうなってんだ世界のトップはって。韓国も韓国だし、プーチンね、プーチンイケイケだからね。安倍はなんか独裁者の匂いがする。いや、俺は全然そんなこと思わないけど。むしろ無能だと思ってるけどね。うん。まあ、安倍さん今乗ってるよね。うん、乗ってる。運がいいよね。第一次安倍政権は運がなかったよ、本当に。もう完全に潰されたからね。大臣一人殺されてるしね。うん、独裁者ではないんじゃないの別に。そうかな、独裁だとは思わないけど。まあ安倍さんには追い風だよね、完全に。まあ俺はなんか日本政府とか全く信用してないから日本政府とかはね、全く信用してない。あ、こっちの方が声綺麗。どっちがいい？みんな的には今流れてる声とこっちの声どっちがいい？こっちの方が聞きやすいか。やっぱコンプレッサー声にかけるの良くないかもしれないな。こっちの方が聞きやすいよね、多分ね。どう？今の方が聞きやすい人手挙げて。今。あ、じゃあこれでやるわ。これの方が声多分ね、通りがいいと思う。今、野党がないに等しい状態だから安倍さん安泰だよ。安泰だろうね。長期政権だろうね。しばらくこんな長期政権になることなかったからね。あ、よかったよかった。じゃあこれでやるわ、設定。コンプレッサーの設定が難しいわ。やりづらかった。素人が下手にいじるもんじゃないな。あんたたち行くわよ。国は集団的自衛権持ってるのに、個人が持ってないからって、国や集団で個人が持ってないからって、それが何かって思った。どこまで知識が、どういうことだろう。集団的自衛権を多分ね、和政さんは履き違えてるっていうか、多分認識できてないと思う。集団的自衛権、個人とかいう概念じゃないね。個人が持ってないからじゃなくて、国の戦争をする権利だから、それは。要は
集団的自衛権って、自衛権っていうのがまず国の概念じゃん。要は自衛権は持ってるわけだ。要は他国から攻められた時自分のことを防衛する権利のこと。これは当たり前じゃん。国なんだから。だけど、日本っていうのは、アメリカとか他の諸外国と同盟国を結んでて、一緒に戦おうねって言ってる約束をしてるのよ。だけど、日本って、海外に行っても、超安全なエリアで、フランスとか、なんか知んないけど、戦争をね、手伝いに行ってるのに、日本軍を守ってるのね、アメリカ軍とかが。だから、なんでこんなことしないといけないのつって、すごい日本人って馬鹿にされてんのよ、自衛隊って。だったら来んなよ、みたいな。で、今、それを金をばらまいてる状態なの。要は、その日本人の自衛隊が派遣、一応同盟国だからって言って派遣はするんだけど、なんか安全な任務で、しかもフランスとかいろんな国が護衛をすると。で、ブーブー言われてると。しかも金も巻き上げられてると。だったらお前ら自分で戦争しに来てるんだったら、ね、自分の任務があるんだったら自分でやれよっていうふうに外国からプレスをかけられてるんだよ。要は、アメリカ軍がやられたら日本守ります。それが集団的自衛権よ。なんでアメリカだけに守らせてんのっていうところ。浅井さんの光どこまで進んだ？わかんない。もう突き抜けてるからね。トランプはアメリカは守るけど日本は守ってくれないって言ってた。だからもう、破棄していいんだよ、そんなの。うん。でもそういう時代だと思うよ。うん。自分の身は自分で守らないと。だってアメリカだってね、もうボロボロなんだからさ。ていうかもう、行き過ぎた先進国の慣れの果てだと思うよ。もう資本主義の慣れの果ての状態だと思うから、世界中がボロボロじゃん、今。だから独裁的な人が今リーダーになるんだよ。うん、そういう時代だよ。昔みたいに戦争になるのが嫌だ。多分ね、和政さんの言いたいこともわかるんだけど、和政さんはちょっと勉強した方がいいかもしれない。戦争がしたい人っていないんだよ。で、なぜ昔戦争が起こってしまったのかっていうのをね、多分勉強するといいと思うよ。戦争は誰も望んでないけど、なぜそうなってしまうのかっていうのを、勉強すると面白い。例えば、そのアメリカっていうのがなぜ戦争をし続けるのかっていうと、あれは、それと地球温暖化の問題って結びついてるんだよ。えって思わない。地球温暖化と戦争の問題って全然多分結びつかないと思うんだけど、なんでアメリカがあの時地球温暖化してないのに、寒冷化してるのに温暖化って言って国を動かしてたっていう。金回りが良くなるからは、それはそうなんだけど、そこに関連することで、だけど金回りが良くなる、なぜ良くなるのかを知らないと、理屈を知らないとダメじゃん。アメリカっていう国はなんでかっていうと、ドルを売って生計を立ててるわけよ。で、世界の警察をやってるの。要は、アメリカがなんで戦争してるのかっていうと、民主主義化っていうのを進めるっていう大義名分で、ドルを売り続けて、世界中民主化をさせて、で、アメリカのドルを貨幣にすると。そしたらアメリカ国民っていうのは何もしなくても、アメリカドルを売り続けることによって、国が豊かになるから、ずっとナンバーワンでいられるっていうのが、そもそも戦争。いや、武器が売れたりとか、もうそういうスケールの小さい話じゃないのよ。っていうのが構想なのね、もともと。アメリカが戦争、民主化をしてるっていう、それは、なんていうの、リバタリアン的な考え方もあるんだけど、いろいろあるんだけど、アメリカはそういうことを考えてると。要は自由になれば、いいっていう大義名分のもと、アメリカのドルを売っていって、国を警察をやっていって、要はトップに上がっていくっていう。そう。そうそうそう、戦争特需は結果なの。ヨッシーさんの言ってるのが正しいの。うん。え、何？あ、ドリンク作るからいいよ。ほっといて。ありがとう。お湯切っといて。電源だけ。うん。でね、なんで、じゃあ話戻すんだけど、なんで地球温暖化っていうのをないのに推進したかっていうと、アメリカの環境保護費ってあるでしょ。あれって実は軍隊にお金を投与できるの。戦争をやりますって言ってお金集めるのって厳しいじゃん。国民騙すの。だったら、地球温暖化を止めましょうって言って集まった税金っていうのを軍事費に充てることができるの。アメリカの金の事情で。そういう、裏のからくりとかがいっぱいあるんだよ。だからそういうのを読めると、面白いよ。戦争っていうのは。日本の自衛隊本気出したらいいよ。自衛隊っていう名前自体変わるかも。いや、日本の自衛隊、っていうかね、
戦争はダメだからこそ、軍隊を持たないとダメなんだよ。はっきり言って、和瀬さんの言いたいことを本当にわかる。和瀬さんが考えてることっていうのは一般的だけど、右翼にもなってもダメだけど、左翼思想にも騙されずダメ。なんでかっていうと、戦争をやりたい人なんか一人もいないんだよ。でも、国って何なのかって言ったら、日本って今国じゃないんだよ。なんで俺らの税金がこんなに取られてるか、なんで国の内需が回ってなくて、税金、国のね、不景気なのに、お金を何兆円規模で、ODA って言って金をばらまいてるのかって。これ日本が軍隊持ってないのが原因なのね。だから、国としてなるんだったら、成り立つんだったら、軍隊は持たないとダメよ。うん。とりあえずギリシャは信用できない。ギリシャは働かねえかな。4分の1くらい公務員なんだっけ。え、じゃあ、イタリアとかアメリカが足並み揃わなくなったから日本に持てって言ったのは、ん？イタリアとかアメリカが足並み揃わなくなったから日本に持て、誰が言ったの？ちょっとごめんね。全然答えるよ。アメリカが戦争の発端って思ってる。それは正解。うん。アメリカが戦争の発端は正解。うん。っていうか、アメリカは10年に1回戦争しないと回らないの、国が。なんでかっていうと、メイドインアメリカって見たことある？これ面白い質問だと思うんだけど、和製さん、メイドインアメリカの服、ヘッドホン、スマートフォン、誰かに聞いた。ダメダメ。自分でちゃんと飲み込まないと洗脳されちゃうから。ある？何がある？メイドインアメリカのもの。ほとんど生産をしてないのよ、アメリカって。金融と消費だけで GDP を回してるのね。何ある？メイドインアメリカ。アメリカがやりすぎたからイタリアとかがついていけなくなった。全然意味がわかんないかな、ちょっと。アメリカがやりすぎたからイタリアがついていけなくなったっていうのはどういうことなんだろう。うん、USA とアメリカは違う。もうダメでしょ！すげえな。USA とアメリカは違うっていう、そう、やべえな。やべえな。あ、ないかも。牛肉、シュッシュ違うと思いますか？あー、牛肉はね、作ってるかもしれないけど、中でやってるだけだからね。うん。日本が先制攻撃するような内容が総理大臣から命令が出たら、自衛隊は命令であっても拒否するわ。うん。こんなんだろう。ごめんなさい。いいんだよ、いいんだよ。いいんだけど、本当にテレビとか誰かに聞いたっていうのは騙されない方がいいよ。ちゃんと勉強した方がいい。そうすると、なんで日本が戦争を起こしたのかっていうのとかも全部わかるよ。うん、USA なら服持ってる？本当に？ほとんどないはずなんだよ。今生産っていうのをほとんどやってないの、アメリカって。うん、USA とアメリカの違いはジャパンとイルボンの違いです。何イルボンって、うん。日本ってもともと先進国になろうとしたんだけど、植民地がすごい進んでたって、まあいろんな言い分があるから何とも言えないんだけど、日本も先進国になろうとして真似事やってた部分もあるし、日本もオイルとか止められたりとかさ、いろいろあるんだよ、本当に。イルボンは韓国語で日本の名称。ああ、そういうことね。車は作ってるね、うん。ちょっと待って、見てくるわ。すげえな、今見てくんの、うん。今見てくんの。ゆっくりでいいからね、ちゃんと覚えた方がいいよ。うん、その時に初めて誰に投票しようとか、あ、なるほどってこの人が言ってることはこういうことなんだって。戦争って面白いのが宗教の観点と経済の観点と政治の観点とっていろんな視点で語られてるでしょ。それがぐちゃぐちゃになってるから。だから宗教寄りの人は、いや戦争っていうのは2000年間続いてる宗教戦争だっていう人もいるのよ。例えばそのイスラム教とキリスト教っていうのは兄弟だっていうのを知らない人が日本人は多すぎる。で、歴史の授業に習ったけど十字軍でエルサレムの奪還とか習ったはずなんだけど、あれ何の意味か、何のこっちゃ分かってないでしょ。その辺はね、関明夫が詳しいから、やりすぎ工事とか見ればいいと思うんだけど、都市伝説とか見ると意外と語ってるから。うん。だから宗教的な観点で戦争を語ることもできるし、さっき和政が言ったように、いや、金も儲かるでしょ、武器が売れるからでしょっていう、武器だけじゃないんだけど、経済そのものが回るのね。で、その経済がなんで回るのかっていうからくりも知らないといけないし。うん、簡単に言うと、弾薬とかを、
何それ、メイドインカンボジア、カンボジアの服なんだ、アメリカじゃないじゃんカンボジアの服着てんだ、うん、何それ、うん、カンボジアだね、カンボジア、うんうん、すごいね、ふわっちで日曜日の朝7時半に戦争論やってるの俺ぐらいだろうね、多分ねこんな枠この辺だけだろうな、香ばしいよね、和道の枠は。あ、でもね、和生さんが言ってるのは一個正しいことがあって、うん、戦争で一番被害を受けるのは庶民なんですよ、うん、戦争で被害を受けるのは全く戦争を望んでない女子供なんですよ、うん、オルテガさんおはよう、ね、日曜の朝だと思えないよね。LA 輸入って USA の服じゃないのか。あ、騙されちゃったね。そう。生産をしてるのと販売してるのは違うんですよ。どこ行ってもこの感じ。うん。違う違う。うん。騙されたんだね。USA 輸入雑貨で買った服が、実はカンボジア製だったっていう驚愕の事実。まあデザイナーはアメリカ人なのかもしれないけど。そう。つまり生産をしてないっていうことはどういうことなのかっていうと、作り手がいないんですよ。作り手の仕事がないっていうこと、ほとんど。パンタローさんいらっしゃい、おはようございます。で、 GDP ってさ、生産力だと思ってる人いっぱいいるでしょ。よく日本の GDP は何位、中国の GDP 何位って経済指数で出すと思うんだけど、 GDP って消費でも計算に入るんだよ。だからこれ経済の面白いところで、お金を使うだけでも GDP って増えるのね。アメリカっていうのは簡単に言うと消費をすることがメインの、お金を使うことによって GDP をめちゃめちゃ増やしてるんですよ。 LA って袋箱を着てたよ。2着持ってんの俺知ってるね。戦争反対、体罰反対、虐待反対とか言ってるやつに限って殺人したり暴行したり DV したり虐待してるもんな。いや、それは偏見なんじゃないの。俺はそうは思わないけど、戦争反対って言ってるやつが戦争とは何なのかっていうのを語れないっていうのは、俺は無知は恥だよね。やっぱ自分のそういう恥ずかしいことがよくできるなっていうのある。戦争が何なのか、どうやったら止められるのか分かりません。じゃあ戦争反対反対って言って、左翼が言ってる通り戦争反対の通りにやったら、北朝鮮攻め込んでくるぞ、中国攻め込んでくるぞ、その時にあなたたちが殺されるんだよっていうの分かってないんだよ。戦争反対してるやつが、じゃあ攻め込まれていいのって言ったら絶対嫌だって答えるわけじゃん。だからそういう危機管理能力が足りない、平和ボケだよ、平和ボケ。国とは何なのかは分かってないんだよ、うん、中国に回すの安いから、うん、そうそう、生産っていうのはほぼ中国でやってんの。中国とかインドとか、スイスは衛星中立国とか言ってるけど、意外と備えしっかりしてる。すごいよスイスって。スイスって国民一人に一軒家に一個機関銃と、もし戦争、国が攻め込まれたらっていうマニュアルがあるの。だ、戦争が始まったら国民が一斉に銃持って全員戦うんだよ。すごいでしょ。で、衛星中立国ってどういうことかっていうと、どの国にも加担しないと。要は国は自分たちで守ると。国民全員国だから、俺たちが戦争になったら全員国民が銃持って戦うの。そのための戦争で攻め込まれた時のマニュアル、核シェルターとか一軒家に全部あるの。だから200年間戦争起こってないの、スイスは。だから自衛をするっていうことはそういうことなんですよ。戦争をするっていうことはそういうことなんだよ。つまり国民の意識がそれくらい戦争について特化してるから攻め込まれないんだよ、強いんだよ。そう。だからそれくらい強さを、国民が戦争を理解してるから、だから戦争が起こらないの、逆に、うん、平和ボケはゲーム、セックス、ドラッグ、いや勉強不足でしょ、うん、スイスこそ自衛隊だよ、本当に。スイスが自衛隊、自衛国民って言ってもいいよね、うん、っていうかね、日本人はそもそも、国っていう概念と政府っていう概念がごっちゃになってると思ってる、俺は。国っていうのは俺なんだよ。自分が国っていう意識ないでしょ。そう、国っていうとみんな安倍政権とか考えちゃうの。政府とか考えちゃうの。国会議員とか官僚って考えちゃうの。この国、一応民主主義なんだよ。民が主となる国なんだよ。俺らが国なんだよ、一人一人。っていう自覚が全くないの。それはね、戦後教育のね、もうボロボロになった教育のダメなところだよね。
要は骨抜きされてるんだよ。国は自分のことなの、そう。自分一人一人が国なの。じゃあその時に、その、なんていうのかな。自分一人だって考えたらいいよ。例えば私は暴力振るわない。喧嘩が嫌いだから私は暴力嫌い。OK。じゃあ自分がぶん殴られて殺されそうになった時に守りません。はっ？ってなるじゃん。で、抵抗するぐらいの武力は身につけますっていうのは通常の考え方だと思う。正当防衛はもちろん行いますと。じゃあ今度、集団的自衛権って何なのかって言ったら、自分の子供とか旦那さんとかがボッコボコに殴られてる時に、はぁ、殴られてるわ、殺されるねって言って見てるのが今の日本なの。いやいや、お前戦えよって。いや、無理無理、憲法があるから。無理、無理無理、つって。うわぁ、大変だねつって。この喧嘩終わったら死体処理するのは俺らだから、つって。おかしいでしょ？これが今の日本なの。ボッコボコに殴られたりとか喧嘩してても止める権利もなければ止めることもできない何もできない。もうそれが終わるまで見ると。で、自己処理はやりますよっていう。だけど護衛つけてねっていう。そう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 。守ることもできないの。守ることもできないのに戦地に行って守ってもらってんの。金払って。それ嫌われるでしょ？諸外国から。ふざけんなって言われてんの。だからトランプとかが言ってることは正論なんだよ。正論じゃん。アメリカも今ピンチだからてめえ、自分の国守るぐらいてめえらでやれよって。もしアメリカに守ってもらいたいんだったら全額出せって言ってるのトランプ正しいよ。そりゃそうだなってなるでしょ、うん。で、日本国内はどうなってるかっていうと、金出しすぎだって。いや、だったら自衛隊を軍隊にしましょうって話なの、うん。やっとわかった。難しい。わかる？要は金払いすぎって言ってる国民もいるし、そのアメリカ側は、いやおめえら自分たちでもうアメリカ撤退したくてしょうがないんだよ、うん、もう要は世界の警察やめたいんだよ、もうとっくに。あれはなんでアメリカが沖縄に拠点を置きたかったかっていうと、世界を征服したかったからなんだよ。アジアの拠点が欲しかったからの。今征服するのなんかもう興味ないんだよ。2018年度から徴兵制度導入決定はそのため。徴兵制度の導入っていうのは、実は徴兵制っていうのはすっごい良くないんですよ。徴兵制って実は国の軍事力上がると思ってる人いるけど大間違いなのね。税金はかかるし、2年間とか3年間だけの軍人なんて役に立たないの。でしょ？ただ何が役に立つかっていうと、教育。要は自衛をしなきゃダメなんだっていう意識であったりとか、国がその防衛の意識とか洗脳しやすいわけだ。だからなんで韓国とかがやってるのかっていうと、予算をかけて軍を強化するんじゃなくて国民の意識を変えるためっていうふうに言われてる。撤退したらどうなのかな？終わりそう？何を撤退したら？市民が戦争したって使えないに決まってる。あとね、面白いデータもう一つ教えてあげる。これはデータでちゃんと出てるんだけど、アメリカが、徴兵制、要は戦争の経験がある国会議員が多い時って戦争起こらないんだよ。みんな軍人が戦争起こすと思ってるけど違うんだよ。戦争を知らないボンボンの2世とかの議員が多い時に戦争を起こすの。だから徴兵制をやればやるほど戦争の理解が深まるでしょ。銃器の怖さわかるでしょ。戦争を起こさないんだよ。こういうメリットがある。アメリカが撤退したらどうなるのかな？終わりそう。まあ終わるだろうね、一瞬で。うん。もう日本なんかね、全然でしょ。日本の確か武器の保有してる弾薬の数って、戦争が始まったら3日で終わるって言われてんだよね。これ合ってるよね。合ってるよね。日本の弾薬って大砲とか銃器とか全部、日本国内で3日間戦争したら弾切れになるんだよ。知ってた？だから危機感持ってんのよ。知らなかったでしょ。まあ、全面戦争で、そんな3日もね、そういう白兵戦みたいなの行われるとは思ってないよ、俺も。今時そんな戦争やらないよっていうのは分かって言ってるよ。うん、つまり、諸外国に比べて軍事費の予算が少なすぎる、うん、実は。死ぬ直前に後悔しないように生きよう。そうだね。うん、てかぶっちゃけた話ね、中国とかと戦争になってもアメリカ助けてくんないよ、ぶっちゃけ。なんでかっていうと、一番の取引先中国だから。
アメリカが撤退したらすぐに中国、朝鮮、韓国が攻めてくるだろうね。韓国は攻めてこない。っていうかね、これも意外と知らないんだけど、日本人って戦争強いの。これは本当に強いの。日本人って戦争超強いの。これね、あ、そういえばって言うと思うけど、アメリカも何回も負けてるでしょ。日本ってたった一回しか負けてないんだよ。日本人って戦争めちゃめちゃ強いんだよ。武器の数とかも少なくとも一回しか負けてないの。第二次世界大戦の一回だけなんだよ。ただ、そのプライドの強さとか、強さがあだとなって、負けたら服従するっていう武士の考え方からこうなっちゃったんだよ。そう。実は日本人って戦争強いの。ただ日本人が弱いことがあるの。外交。だから韓国人外交強いでしょ。国民うるさいでしょ。中国人も外交強い、外交うるさいでしょ。中国人、韓国人っていうのは外交が強い国っていうのは戦争弱いの。中国が戦争勝ったことある？いつもかけてグーグー言ってただけでしょ。後ろの方で。で、たまたま同盟国だった方が勝って、わーって言ってるだけじゃん。うん。中国戦争してないから。韓国もしてないから。だから韓国と中国っていうのはペラが回るから外交うまいからそれでいいんだよ。うん。だから今の中国わかんないけどね。やる気満々だから。守る力強いっていうのは本当。それは本当。っていうか、もともと海、普通の国っていうのは大陸越しに来るんだよ。国境っていうのがあるんだけど、日本って360度海なわけじゃん。だから、海ってさ、こう、船とか来るのわかるわけじゃん。あそこから来るっていうのが。だから守りやすいんだよ、簡単に言うと。戦いやすいの。うん。韓国戦争勝ったことないよ。っていうか、韓国っていう国を作ったのは日本みたいなもんなんだから。国がなかったんだから、ほとんど。ずーっと中国の属国でいろんな国が立ち上がっては破滅し、立ち上がっては破滅しを繰り返してんのよ。っていうよりも攻める力がないと思った方がいいね。だって攻撃することができないんだもん。攻撃するための武器を作れないんだもん。でしょ？侵略を日本人は想定してないのよ。まず攻撃する武器がないの。高度成長期でヒアルキーでうまくいったから、今21世紀だぞって思う。そうそうそう、もう古いんだよ。だから、でも、俺はこの状態っていいことだと思うの。なんでかっていうと、やっと国として先進国として当たり前の状態に国民が行ったんだよ。自分たちが戦争になったらどうするっていうのは普通の国はずっと考えてるわけ。でしょ？それが当たり前なわけだ。だけど日本人は戦後70年かけてようやく国民が考え始めたの。戦争って怖いねって。だからそれでいいんだよ。軍隊持つって。普通の国は軍隊持つは当たり前だから。金で解決するって。金、税金払って軍隊強化する？それとも徴兵制で俺らも戦う？それとも軍隊をなしで国民全員で戦うっていうのをみんな話し合って決めてんの。日本人は平和ボケしてるっていうのはこういうことなのよ。軍隊持つの怖いとか、もう当たり前のことを今更にずっと逃げてきた問題を今ツケが回ってきてんのよ。ポケモン流行った時人が集まるところにテロ起こると思った。あれはだから、サイバーテロ用にうまいマーケティングだよね。Google マップ作ったやつわかんない。天才だよね、あれ。うん。でも、今の戦争は、いい指摘だと、いい指摘っていうか、いい問題定義だけど、テロだから。うん。戦争やらないから。テロから始まるの。うん。ライフライン止めて、国家のサイバーテロを起こして、バーって制圧して、最後に軍隊がガーって入ってきて終わり。だから、1日で終わるって言われてるよね。まずインフラ止めちゃうんだよ。原発とか自爆するんだよ、どんどん。バコンバコン。うん、東京電力、水道、電子テレビ局。その辺バッと抑えたら終わりだから。特にメディアが抑えられたら終わりって言われてるよね。うん、お、新しいフォロワーさん紹介します。540人目のフォロワーさん。ともきさん、フォローありがとうございます。サイバーテロやられたら一発で終わるだろうね。だろうね、うん。怖いよ。なんかまたふわっちバグってんな。今日サーバーやばいな。なんかトップページがバグってるわ。トップページサムネが表示されてない人とかいるわ。かわいそうなんだけど。あ、通知登録ありがとう。ジンママさんいらっしゃい。竹島はこの先どうなると思いますか？俺個人の見解言っていい？
俺個人のことを言うべきか、日本がやろうとしてることかっていう、いろんなも多面的に答えられると思うんだけど、俺個人ではいろいろあるよ。個人的にこうした方がいいんじゃないかっていう。そんた寝るときそう寝方がダメ。そんたこの前それで寝てたから、ちゃんと寝るときは。体壊すから。はい、ただいま。あのね、竹島とか尖閣諸島とかいろいろあると思うけど、俺から一言言わせてください。なんで今まで放っておいたの？あの、そんなに重要なところだったら、なぜ自衛隊を常駐させておかなかったのって、なぜ国民を済ませなかったのっていう問題なのよ。あれ、竹島とか尖閣諸島とかの問題って、もともと日本人が個人で持ってた島なんだよ。その中国人とかに売っちゃったところから問題が始まってんだよ。それは分かってないんだよ。浅井さん何時に来るか分かんないよ。うん。まあ来るんじゃないかなと思ってるだけで。来るかどうか分かんない。毎週日曜日いつも来るからっていうだけだね。ん？のんたなんか言った？あ、もう来ちゃったかもね。その可能性あるよね。うん。そう。つまり日本が見放した土地なんだよ。そう。それは侵略されるに決まってるじゃん。誰も住ませなかったら。そう思わない？今までじゃあなぜほっといたんだっていう話になってくると思うよ、俺は。うん。来るといいね、浅井さんね。そう。だから問題意識が欠如するとこういうことになるんだよ。あ、新しいフォロワーさん、サッチーさん、フォローありがとう。中国も韓国も日本も棚上げしたいのが本音。そうだよ。うん。うん、そういうこと。まさにそういうことだよ。新しいフォロワーさん、542番目のフォロワーさんですね。トラジさん、お久しぶりです。トラジさん、フォローありがとう。なんでこうなった？いや、考えてこなかったから。うん。考えてこなかったから。問題を考えてこなかったから。要は、景気が良かったから考えなくて良かったんだよ。うん。浮かれてたの。うん、だけど、本来普通の国がやってること、国民が考えてたことっていうのは表面化しただけだよね。だからいいんだよ、これで。やっと先進国になれるかもしれないんだから。そう。要はね、経済だけでトップになっちゃったのよ。アメリカ超えちゃったの。一回だけ。だから、その時に浮かれてたわけだ。国民の意識っていうのがそこには必要なのよ。意識が足りなかった。だからようやく先進国としての自覚が出てくるんじゃないの。日本人は民主主義も資本主義も何も国も理解してないんだから。要は平和ボケっていうのは考えなくても生きていけるっていうことよ。それくらい平和な国家だったんだよ。奇跡だったんだよ、この70年間っていうのは。そうそうそう。だから普通になるだけだから。普通になるだけだよ。俺から言わせれば。そう思わない？でも。通常営業ですよ。だって絶対に戦争をうちの国起きないからっていう保証のある国なんか存在しないじゃん。
日本人はでもそれ存在すると思ってるんだもん。え、戦争って絶対起こらないよって、うん、喧嘩は良くないよって70年間ずっと思い込んでたの。そんな国存在しないんだよ。どっかしらいつか攻めてくる可能性っていうのはあるわけだから。でしょ？冷静に考えたら。その時にどう自分のことを守るっていうルールすらなかったんだから。誰かがやらなきゃならないのが日本だと思う。自分も含め。無駄なものばっか転がって豊かすぎる。もう物は溢れてるけど、心が豊かじゃなくなってるんだよ。日本っていうのは。そう。新しいフォロワーさん紹介しましょう。543人目のフォロワーさんです。ジンママ、ありがとうございます。そう。普通だよ、普通。別に何も、何にも変わったことない。普通の問題ただの。お前生ポだろ、経済語ってんじゃねえよ。生ポが経済語っちゃいけないっていう法律なんかないと思うんだけどな。なんで生ポは経済語っちゃいけないんですか？理由を教えてください。生ポが経済語ったら、ね、懲役10年とかだったら俺もね、法治国家だから守るけど、生ポが経済語ったらダメなんて法律ないと思うんだけどな。うん。それは物が溢れてるからじゃない。どうなんだろうね。うん。物がなくて心が豊かな時代っていうのも日本は経験してるけど、物があって今心が豊かじゃない時代になってるよね。うん。そうだと思うよ、俺は。うん。そういう時代なんだなっていう。ないものねだり。ないものねだりは言葉の使い方ちょっと違うかな。うん。要は、なんつうんだろう。そういうもんなんだよ。気づけないもんなんだよ、人間って。うん。うん。まあだから、ことが起こって初めて気づくっていうかさ。ことが起こらないと気づけないんだよ。幸せなんて心次第だよね。そう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 。だから、よく言うんだけど、貧乏と貧困は違うんだよ。お金がないっていうのが貧乏なの。でも日本の問題っていうのはお金があるないとかじゃなくて貧困なの。心が貧しいの。苦しい状態の。うん。だから貧乏と貧困は違うと。日本は今貧乏になってさらに貧困になってきてるんだよね。あんた生きてるだけで国民に負担来てるのわからないのか。え、だからそれ全然意味が違くて、生ポが経済語っちゃいけない理由を聞きたいんですよ。国民に負担かかってるじゃなくて、じゃあ何に対して、俺だって税金今までずっと払ってきてるし、国が税金払って国民に出してるサービスを提供してるんだから、別に誰が受け取ってもいいんですよ。あんた生きてるだけで負担にならないのかって、道路に言います？誰か建築やってる人に言います？言わないでしょ？うん。サム、テツンいらっしゃい。花火ありがとうございます。スクワットします。テツンさん、一回。花火ありがとうございます。旅配信の資金にさせていただきます。応援ありがとうございます。てつんさんありがとう。うん。だから負担だっていうのが分かってないんで、お金って回るものなの。お金って回るものなの。で、そんな国が不満ならどうぞ日本から出て行ってください。この国の制度に文句があるんだったら出て行ってください。他に、生活保護がない国いっぱいありますから。もう一丁ありがとうございます。てつんさん。生活保護が、ない国、そういう国がいいんだったら今すぐ北朝鮮へどうぞ。はい。日本から出てってください。さようなら。花火を、花火ありがとう。うん。そう思わない？そう思わない？生活保護がある国の方が俺豊かだと思うんだけど。うん。っていうか税金は貧しい人に使われるべきだと思ってるから、北朝鮮でもどこでも勝手に行けばいいじゃんと思う。うん、ね、富の再分配が国のね、役割だから。うん。別にあなたの税金、あなたから金もらってるわけじゃなくて、俺は国から金をもらってるわけだから。うん、あなたが金、俺のこと養ってるんだったら言う権利あるけど。答え合わせの教育、思考停止、洗脳、この辺自覚ない人多いですよね。
まあ、ていうか、国っていうのはどこの国も洗脳だから。要はその洗脳の仕方に納得ができるかどうかだよね。そうそう、不正受給とは別だから、生活保護は別に誰でももらっていいんだよ。それが差別の温床になってるっていうか、まず憲法自体を多分知らないんだろうね。憲法を理解できる頭を持ってないんだよ。それは法治国家を理解してないってことだから。アホだよ。それこそ洗脳だよね。ただ税金垂れ流して払えばいいと思ってんだから。バカかよっていう。あ、テレビはダメだよ。テレビはなんでかっていうと、情報答えだけもらうような感じがして、考えることを放棄する行為じゃん。あくまでその、テレビ局がこう考えてるっていう意見にしか過ぎないから。素材、そう。ソースをね、やっぱ元に自分で考えないと。要は考える代理だよね。要は考える時間がないから働かせて思考停止させてるんだよ。考えることは人間生きてく上で一番重要なことだよ。生ポ最強。最強か？全然最強だと思わないけどな。テレビや新聞は中立ではないよな。もともとそういう機関だからね。中立に作ってる機関じゃないから。一定的なね、偏った政治思想を持っていて、それでね、その考え方を先導するために作ってんのがね、新聞とかだから。まあだから自分のね、意見の合う新聞とかテレビとか選べるっていうのが、まあ思想の自由なんだろうけど、表現の自由もあるし。テレビ10秒で思考停止らしいですよ。まあテレビ見てる人はあんま考えてないだろうね。生ポ生ポって言ってる人って年金ももらわないのかな？年金もらってる人も死ねってこと。だからもう税金とかを理解してないの。そいつら相手にしてもダメだよ。要はもうアレルギー出てるだけだから。なんか被害者ぶってるだけで。要はね、生ポに対して本当に怒ってるんだったら、国会議員になれっていうの、俺は。それかもしくは、自分がそういう政党に対して支持を投票すればいいじゃん。生ポの人に生ポやめろって意味がわかんないじゃん。国の作ってる制度なんだからって。そう。だったら年金を改革してほしいんだったら、国会議員になって年金廃止しなさいよ。生活保護廃止しなさいよって思わない。それが文句があるんだって、それでも文句があるんだったら国から出てくべきだよ。だってさ、年収300万、200万以下の人っていっぱいいるんだよ。日本人って。で、200万以下の人なんか貯金なんかできないよ。で、消費税 10% だったら、ね、20万税金払ってんだよ。所得、消費税だけで。その他に住民税などなんだ払ってるわけじゃん。そう積み立てたお金をなんで払ってるかっていうと、日本国民としての義務だから。日本国民としてのライセンスを維持するためなんだよ。で、日本国民っていうのは憲法25条で生存権の保障をされてるわけだ。わかる？税金を払って国民になる代わりに、国民としての権利を与えられてんの。義務と権利ってセットなんだよ。それすらも理解してないんだよ。自宅チェックしに来るよ。全然。来る来る。おはよう、大二郎さん。おはよう。楽しんでってください。あ、バカなんだよね。分かってないんだよ。生活保護を受給するきっかけって何ですか？素朴な疑問です。ああ、それはね、俺ホームレスになっちゃったんですよ。それで、仕事探してたんだけど、住所が千葉県で、東京でホームレスになっちゃって、で実家がなくなってたからどうしようってなった時に、住民票なんで、千葉なんですかとか、まあ逮捕されててそうなっちゃったんだけど、それで、もうダメだと生きていけないって言って、自殺しようかどうしようか迷ってる時があったの。その時に、ネットで、刑務所のその後の人っていうのを2チャンネルで探してたの。どういう生き方してるんだろうって。そしたらほとんどの人が生活保護になることが多いって、生ポ生ポって書いてあって、生ポって何なんだろうって調べて、次の日にもう書類持って、区役所に行ってきました。捕まってたね。生ポは働けないから生きていくために国から支給されてるってことでしょ。違う。和生さん、それは違う。別に働ける人でも受給できるの。それは、だから、認識が違う。この国は、すべての国民は文化的で最低限度の生活を営む権利を有するって憲法第25条に書いてある。すべての国民、働けない人はっていう限定はない。
家具とか綺麗だからチェックの時に何も言われないかなと思って。だって生活保護の中だけで買ってるものだし、よく言うんだけど、このソファーいくらに見える？この3人掛けのソファー。このソファーいくらぐらいに見える？この3人掛けのソファー。そうだよ。だから、知らないから、知らないから叩けるんだよ、人のこと。知らないから人のことを悪口言えん。知ったらね、あ、なんだ、私も受けれるじゃんとか思うよ。このソファーいくらに見える？低収入の人全員カバーするよ。そうだよ。このソファー。いや、予想でいいよ。新品に見えるかどうかって。いや、見た目綺麗だから、チェックの時なんか言われないって言ってたから。このソファーいくらに見えるか。予想でいいよ。大体の。みんな、いくらぐらい？新品じゃないとしたら3500円。これ2000円で買ったの、うん、中古で2000円。だから買い物うまいの俺。別に綺麗にしてないよ、全然、うん。高そうに見えるでしょ。買い物うまいだけど。この照明も新品で1万2000円ぐらいするんだけど、ヤフオクとかだと。あ、新品でね。で、買おうか迷ってたんだけど、これもいくらだっけ ?1500 円かな。リサイクルショップで。これ2000円、2000円。うん。だから別に金なくても、だから貧困と、さっき貧乏って言ったけど、貧乏でも貧困にならなくて済むんだよ。節約して安いもの買えばいいんだよ。物溢れてるんだから。そうそう、買い物上手ってよく言われる。うん、安いでしょ、うん、リサイクルショップにあったら、大抵のもの手に入るよ。だから結局物なんかさ、売れないぐらい余ってるんだから。そうそうそう、モダンな感じのね、ソファーでいいよね。物が売れないってことは安くね、いろんな物が手に入るってことだから。ジモティ。うん。おはよう、マジェさん。おはようございます。おはよう。どういう人が生ポッ断られるんですか？収入の多い人です、うん。収入が多い人以外で断る権限がないです。国には、うん。収入が多いか少ないかだけ、判断基準は。それ以外ない。ないです。もし、収入以外のことで、あなたは障害者だからとか、あなたは働けないからとか、いろんな理由で、生活保護を受けられる受けられないってなったら憲法で多分国が負ける、裁判で国が負ける、うん、確実に。ジモティってサイトがあってテレビとかエアコンとかそういうのただよ。へえ、すごいね、いいね。ジモティチェックしてみるわ、うん。113名さんいらっしゃい、楽しんでってください。おはようございます。いいね。あなたみたいにドヤ顔で生ポをネットで自慢する人がいるから叩かれるんだよね。俺別に自慢してなくない？生ポ自慢してないけど、俺全然。国のルールを説明しただけだと思うけど。俺いつ自慢した生ポ？別にドヤ顔で自慢してないよね。うん、それはあなたの捉え方が歪んでるんじゃないの、うん、生活保護はなんか受けたくない。なんでだろう。役所行くとすごい言われる。すごい言われる、うん、生ポ欲しいな、羨ましい。いや、だから生ポ以上の稼ぎがあるんだったらそっちの方が俺はいいと思ってるけど。俺は早く抜けたいね、生活保護は、うん、やっぱ貧乏だから。な、欲しいもん買えないじゃん。受けなさいって言われる？受ければいいじゃん。生活保護。受けなさいって言われてるんだったら。だから全然受けていいと思うよ。うん、ねえ、もらえるもんもらわないと税金払ってんの馬鹿らしくならない？今生ポだよ、俺。
さん、のんたんちゃんと寝ま。おはよう、おなつさんいらっしゃい。月どれくらい？俺は、俺の年齢で、東京の新宿だと13万ぐらいかな。うん。家見に来るとか無理。飼われてるみたい。ああ。まあ、しょうがないでしょ、それは。やっぱ不正受給とかする人がいるしさ。あと、生活保護受ける人って、精神障害者とか多いから、なんかなんか、そのまま倒れて死んじゃう人とかいるから、自殺しちゃったりとか。そうだよ、働いた方が絶対楽だよ。働ける人は働いた方がいいと思うよ。俺も。そりゃそう思う。生活保護の支給は現金振り、銀行振込と現金支給の両方があって選べるね。あ、そうだ。まあまあ、受けないのも、選べるからね。受けたくない人は受けなくていいんだよ。13万やったらカツカツやな。ボーナスもないし。そうだね。まあカツカツだね。うん。そうそう、月刊ムーンのマグカップですね。サブカル好きだから、俺が。128名さんいらっしゃい。楽しんでてください。医療費は無料なのはいいけど。でもほら、自立医療支援とかあって、低所得の人は実質生活保護を受けなくても医療費、病院1個だったら無料になるからね。障害者年金は申請するんだ。あ、まあ、障害者年金7万ぐらい降りるからね、月。うん。ムーの読者投稿欄は狂ってて面白いですよ。ムー面白いよね。うん。まあ、ああいう、なんか、こう、偏った情報、面白いよね。年金は積み立てされない。だから、免除っていう申請をするんだけど、実際もらえるときは半分ぐらいじゃないの ?3 万ぐらいじゃないの。家賃6万円だね、ここは。ムー大好き。この放送を見てる人は、だいたいテレビ番組だとクレイジージャーニーが好きとか、インターネット番組だとバイスが好きとか、そういう人が結構集まるね。あ、ムーってオウム。うん。まあ、わかるかもしれない。それは年齢だいたいわかるよ、世代がね。うまい。もう開き直ってるから抜け出せないだろうね。どうなんだろうな。開き直ってるっていうのがよくわかんないけど。生活保護もらってる人は正座しないといけないとか、かしこまらないといけないとか、そういう法律じゃないかな。別に。普
通に人間なんだから自由に生きて自由に発言していいと思うんだけど、自由な考え方持って、それが多様性だと思ってるから。光熱費いくらですか？だいたい電気代2800円とかかな。ガスとかが1400円とか、水道が1200円とか、それくらいかな。うん、そんなもんじゃない、うん、電気代が2800円だって。2800円って書いてある。うん。まあ、こんなもんじゃないの。うん、俺は節約のために暖房冷房つけっぱだから、夏場は冷房つけっぱ、冬は暖房つけっぱだね。マッチのお金収入になるよ、もちろん。うん。月。先月は1週間で3万円ぐらい入ったかな。うん、今月15万ぐらい行ったらいいなと思ってるけど。行きそうだね。みんなのおかげで。12月号のムーンはフリーメイソンの高須克也さんが登場らしい。へぇー。高須クリニック。フリーメイソンでもただの金持ちサークルだからね。なんでもないよ。なんかみんな勘違いしてるけど。うん。高須クリニックね。結構フリーメイソンの会員多いし、日本は。月額7万円払う金持ちサークルだよ。俺も一回誘われたよ。フリーメイソン入らないって。だね、二人からの勧誘が必要だから、もう一人勧誘されないと入れないんだけど。ある、そんだけあるあると、打ち切り、ん？ある、そんだけ、ある、そんだけあるあるとってなんだろう。ある、そんだけあるあるとがわかんないな。打ち切りになる。何が打ち切り？生活保護？ある、そんだけあるあるとっていうのがわかんないな。うん。どういう意味だ？ごめんね、俺、アスペでさ、文章の読解能力がすごい低いんだ。だから、ニュアンスが読み取れないんだよね。申し訳ない。あるそんだけあるあると。なんだろう。収入？収入あると生活保護打ち切りっていうのはほぼ存在しないんだよ。なんかみんな誤解してるんだけど、生活保護打ち切りっていうのはなくて、生活保護を、受給をやめるための手続きっていうのがあるんだよ。ラリってた？ブリってんの？生活保護っていうのは収入、要は生活保護を受けるっていうのは保護する。要は、そう、なんて言うんだろうな。困ってる人を助けるっていう意味合いが強いじゃん。なんかケアしないといけない。で、社会復帰をして収入があって、ある程度の学位上になると卒業になるっていう感じかな。うん。じゃないと、自分から抜けたりっていうこともできないの。結局なんでかっていうと、勝手に抜けたりしてもまたどっかの区で生活保護を受けるだけだから、結局意味ないじゃん。うん。収入そんだけあると。まあ、15万になったら抜けるだろうね。仕事で7万円稼いで、ふわっちで15万稼いだ、22万の収入になるから。うん。まあ、間違いなく生活保護はもう終わりだろうね。卒業するだろうね。うん。まあ、理想的かなとは思ってるけど。花火ありがとうございます。ヨッシーさん、花火ありがとうございます。頑張りまーす。月収15万円、ふわっちで取れるようになったら、日本全国旅配信するので、皆さん応援よろしくお願いします。ヨッシーさんありがとうございます。なぜかね、スクワットをするっていうね。うん。だから足腰強くなってんだよね。長い目で見てどうなの？ふわっちでの収入？まあ、もともと俺は、なんだろうな、ヒッピーみたいなもんだから、うん、まともにサラリーマンできると自分で思ってないから、まあ好きなことで金稼ぐのはいいのかなと思ってるけどね。うん。あんまり後先のこと考えてないですね。仕事で7万バイト的な、なんだっけ。A 型作業所ですね。作業所っていうところで働いてます。おはようございます、ブルさん。おはよう。いいっす、いいっす、いいっす。来てくれてありがとうございます。おはようございます。うん、だからその、障害者が働く会社っていう感じかな。障害者を雇用してる会社。うん。
おー、モネさんおはよう。楽しんでってね。おはようございます。初見さんいらっしゃい。ジェンボさん、楽しんでってください。新しいフォロワーさん紹介します。544番目のフォロワーさんを紹介します。ゼリーさん、フォローありがとう。俺31歳だよ。31。あれ、ふわっちって年齢書いてなかったっけ ?31 歳って書いてない。生活保護もらいながら作業所で働いてんの。そうだよ。うん。俺は生活保護をもらってて、3ヶ月ぐらい前から作業所で働き始めた。そんな感じ。うん。そうだね、うん。新しいフォロワーさんを紹介します。545番目のフォロワーさん。ヌンさん、フォローありがとう。うん、おい、たくみさんおはようございます。ワドツです。今日は、すごかった。デートしてきたんですよ。ノンタンと。うん、すげえ楽しかった。デート配信してました。うん、今日は夜中まで放送分回そうかなと思ってるんで、よろしくお願いします。楽しかったよ。のんたんも外出るの嫌がってたけど、もうキャッキャキャッキャはしゃいでて楽しかった。ゴーカート乗って、あと、ビリヤードやって、ゲーセンで帽子とリストバンドを手に入れてきましたね。うん。お揃いの帽子。UFO キャッチャーで。3000円ぐらいかかっちゃったけど、3000円でこのクオリティで2個取れたらよくない?これさ、物めっちゃしっかり作ってあるんだよ。裏側にモンスターって書いてあって、これも刺繍なんだよ、全部。これ、プリントじゃなくて刺繍なの?これ。これさ、3000円で2個だったらいいよね。大敬遠っていうところですね。大敬遠っていうところ行ってきた。ツイッターに写真載せたよ。おはよう、今日も一日よろしく。マリアさんいらっしゃい。楽しんでって。いいよね。全然いい。3000円で普通に売ってないもんね。二つも。ふわっちみたいに鍋線システムは流行るかな?いや、だって YouTube ももうやってるからね。YouTube なんか取り分 95% だよ。うん。500円投げ銭したら、うん、Google が始めてるぐらいだから、まあどこもトレンドになるっていうか普通になると思うよ。そうそう、はじめ社長と同じ BGM ね。ゆうくんさんいらっしゃい。楽しんでいってください。面白かったらフォローしてね。お揃いいいでしょ。うん。そう。あと、リストバンドも手に入れた。これもお揃い。これは300円ぐらいで撮ったかな。うん。まだありました、まだありました。もうドキューンがいっぱいいて面白かったよ。ドキューンしかいなかった。うん。その帽子とカートで分かった?そうそうそう。配信回したんだけど、大敬遠が、でも大敬遠意外と知らない人多いんだよね。モンタもこんなところあるの知らなかったって言ってて、すげえ楽しいって言ってた。なんかバスケットしたりスケートしたりとか、みんなもう結構自由にやってて。ビリヤードがすげえ面白かったかな。ツイッターにね、写真上げてるんで、もしよかったらツイッター見てみてください。彼女とビリヤードやったり、UFO キャッチャーやってる写真上げたよ。久々行ったかな ?3 回目ぐらいかな台形行ったの。楽しかったな。最近行ってない?いや、若いね。もうドキュンばっかりだったね。ドキュンすげえ多かったよ。あ、アイテムありがとうございます。マリアさん。行ってらっしゃい。大敬遠昔は、外、車、なんか犬の鳴き声した、今。犬が鳴いてなかった、今。ヘッドホンしてるから、外の音聞こえないんだよね。大敬遠昔は、外、車もクリーンゲームの景品にありました。そうなの?へぇー。すげえな。マジかよ。あそこもっとなんか人が集まってもいいし、なんか、都内の、東京からすぐだしね、行けるの。聞こえてたよね。ワンワンワンって叫んでたよね。でも外に犬なんかいないんだよね。なんだろう。なんかこの放送さ、俺の放送怪奇現象よく起こるから嫌なんだよね。聞こえたよね。うん。俺の放送めっちゃ心霊現象起こるから。みんな気をつけてね。
めちゃめちゃ多いから。外配信とかね、幽霊バッチリ映ったりするもんね。超怖えよな。子供の霊すごかったよね。だってあれ500リツイート言って10万人ぐらいに見てたよ。ノックの音した？え？誰もいないよ、うん、外誰もいないよ。え？ノックの音した？なんだろうね。犬の鳴き声は確実にしたけど、外に犬なんかいないんだけどね。なんだろう、スピーカーから日本で訓練中にミスで初めて撃墜された機体もある大敬遠。どっから持ってきた？ええー、そうなんだ。あれ本物なんだ。あれ本物だったんだ。バブル時代にはポルシェとかランボルギーニとかのクレーンゲームの景品があった。あ、そういうことか。へえ。ノックみたいな音した。なんだろうね。お化けが今日、出たがりなのかもしれない。まあ、ほっとくしかないよ。肩の神経すげえ痛いな。ああ、釈迦の音拾ってんのか。ノックの音は釈迦の音かもしんない。入り口、坂上がった左側にある機体、アメリカの軍みたいな塗装されてるけど。へえ、そうなんだ。あったあった、写真撮ったよ。あれ、本物なんだ、撃墜されたの。やったら精巧に作ってあるなと思ったら。本物の飛行機っぽいなぁとは思ったんだよ。どっから拾ってきたんだろうね。うん、今日何配信やろうかな。今日夜また司会はやらないといけないんだけど、それまでね、暇なんだよね。配信一日分回そうと思ってんだけど、夜8時まで何やろうかな。坂上がって右側のミサイルみたいなやつも本物。へえ。マジで？マジで？あのロケットも本物なんだ。すげえな。何配信やろうかな、今日。
まあ雑談でもいいんだけど、せっかくの休みだからどっか行くっていうのもありだよね。プラプラ散歩するっていうのも。なんかどっか見てみたいところある？あ、そっか、浅井さんあるか。浅井さん行くか。日曜日だから。浅井さんのところ行って、カラオケ大会で歌って、それで夜、それがいいかもしんないな。うん。そうだ、困ったさんありがとう。心霊配信もあるしね。心霊配信朝やんの？夜やってもいいよ。どっかある？おすすめの心霊スポット。あったら全然行くよ。全然行く行く。オールで配信やろうかなと思ってる。初見、島次郎さんいらっしゃい。楽しんでってください。夜？どっかあるかな？東京で心霊スポット。せっかくだから配信三昧やってみようかなと思って。こってこてに24時間配信最近やってなかったから、もう配信やりまくってやろうかなと思ってんだよね。もうふわっち付けだよ。ふわっちの大ファンだから俺。マジでこんないいサイト今まで、もう本当に運営に文句がないもん。マジでない。ツイキャスもニコ生も運営に対して言いたいこといっぱいあったけど、マジで欠点がないと思ってる、ふわっちは。ふわっちはね、ほんとね、まだまだ流行ると思うし、ていうか今来てるよね。リスナーもいい、うん、一日配信しようと思ってる。雑談もいい、うん。一番の魅力はどこかって、運営がやる気がある。だって運営が企画バンバン提案してるし、配信者を大切にしてるもん。それが伝わってくる。画質もいいし、機能もいいし。サンバ、都内じゃないので。あー、ヤマハか。ヤマハは都内じゃない。適当にか。うん。まあ、あと稼げるのも魅力的。稼げるっていう言い方は語弊があると思ってて、広告費を分配してるっていうのが一番でかいと思う。要は、2チャンネルの広告機能って、リスナーさんがこの人を知ってもらいたいと思って広告打つわけじゃん。延長チケット、延長してねって広告打つわけじゃん。でしょ？好きだからこそ、この人をもっと知ってもらいたいっていうことでアイテムを渡すわけよ。ふわっちも、キャスもそうでしょ？お茶あげたりって課金して、アイテムあげるの、その人が好きだからじゃん。ふわっちのいいところは、花火とかはその機能なんだけど、みんな稼い、お金をあげるっていう意味合いじゃないんだよ。本来は広告機能なの。アイテムが上がれば上がるほど、その配信が広まるんだよ。ランキング上位に行くんだよ。あ、風船10個ありがとうございます。そうすることによって半分は利益としてあげるよっていう。給料として出すよって考え方なんだよ。風船10個ありがとう。運営の神対応だよ、ここ。問い合わせもすぐ来るし、本当にすごい。で、いきなりバンとか、なんか、バン解除して欲しかったらみたいな、上から目線じゃなくて、まず配信としてまずいなって思ったら、メールが来るの。で、今後こういうことないようにしてくださいっていうアナウンスがあって、それでもやるんだったらバンにしますよとかなんだよ。やりすぎないでくださいねっていう案内が必ず来るんだって。すごい神対応だよ、ここ。多分配信が本当に好きなんだと思う、ここの経営者。素晴らしいと思ってる、俺は。俺ほんとこのサイト好きだよ。うん、多分もっともっと注文、最中、やってみないと分かんないから、俺もやるまで分かんなかったから、まさかこんなにいいサイトだと思ってなかったからね。ふわっちシステムめちゃめちゃいいね。めちゃめちゃいい。欠点がないね。まあ、強いて言うならサーバーがちょっと弱いかなとは思うけど、そこはね、配信が盛り上がってきて売り上げが上がってくればどん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 改良されるから、ここの運営は信頼できる。あと、半分持ってかれるっていう考え方あると思うんだけど、えって、配信者にお金渡すの半分持ってかれるから嫌じゃんって考え方、俺もそこはない。なんでかっていうと、ツイッターとか見てみると、ふわっちの広告やたら見るんだよ。だから、配信者とか、配信好きなリスナーに向けて、ふわっちやってくださいねっていう広告よく見るから、ツイッターとか YouTube とかで、すげえ金かけてんなっていうのがよくわかる。なんか金だけ集めようっていうんじゃなくて、配信全体盛り上げようと、なんか金をうまく使ってるっていうか、好感持てるのよ、ここの運営は。すごい好きだね、ふわっち。運営からメール注意来たこと一回もないですね、僕は。ないです。雑談しかやってないからね。
俺もともと荒れる配信やんないから。迷惑な配信はね、やめてほしいよね。俺もいらないと思ってる。うん、業界が、なんか、人だけ集めればいいやっていう考え方があんま好きじゃなくて、リスナーさんは仲間だと思ってるから、うん、パートナーであり仲間であるわけだ。だから、ね、そこは大切に向き合っていかないといけない存在だから、なんか人だけ集めるっていうか、なんか道具的っていうのかな。リスナーをなんか物みたいに扱うのは嫌いだね。ニコ生の時荒れてなかった。だからニコ生はそういうサイトなんでしょ。うん。そういう人が集まってるサイトだっていう風に認識するのが多分正しいのかな。だから運営が無法地帯じゃん。リスナーから金を取ってるサイトだから。だからリスナーに頭上がんないわけじゃん。だからリスナーを囲いすぎてて、リスナーが力持ちすぎて、要は暴走しても、なんか生主の責任に押し付けてるわけだから。だから生主が減ったわけでしょ。こんなん付き合ってらんねえよって。だから、そういうサイトは滅びるんだよ、やっぱ。俺はふわっちについてやってこうと思ってるよ。いいサイトでやりたいから、いい運営と付き合いしていきたいから。それが俺の望みかな。やる場所は選ばないとね。あと、リスナーさんがまったり雑談が結構好きっていう人が多いから、そこはやりやすいなと思うね。なんかまったり雑談することが多いから、俺は。そうそうそう、やる場所は選べるのはね、配信者は別にさ、なんだろう、やる場所は自由に選んでいいと思ってるから。うん。やっぱいいところでね。っていうか結局、なんだろう、会社も人がやってるものだから、いい空気が流れてるところでやった方が気分よく配信できるじゃん。うん、それが一番いいと思うんだよね。やっぱ楽しめなくなったら終わりじゃん。ねえ、趣味で始めてるものだしさ、楽しむためにやってんのに苦しくなったら終わりだから、俺は楽しいところでやっていきたいかな。なんかさ、ホームページ作るのに詳しい人いない？なんか、レンタルサーバーを、ドメインはもう取ろうと思ってて、ドメインはもう目処がついたんだけど、レンタルサーバーどこがいいかなとか思ってて。なんかホームページ作るの詳しい人いないかな。青缶屋やなくてやっぱホテルじゃないと。青缶屋やなくてやっぱホテルじゃないと。やる場所。ああ、そういうことか。青缶はダメだよっていう。うん。俺はラブホ最近全然行ってないですね。ロリポップ安い。サーバー安定してる？いくらくらいかかるんだろう？サーバーって。なんかホームページさ、ドメイン年に4000円くらいかかるしさ、結構維持費かかるんだなと思って。ロリポップがいいんだ。メモっておこう。ロリポップ。ワードプレス対応してる？ロリポップって。ワードプレス対応してるかな？安定なら X サーバー。おー。X サーバーかロリポップね。やっぱサーバー X。X サーバーがいいんだ。詳しいな、やっぱみんな。いくらぐらいかかんの？年単位だと。
サーバー、安さで言ったら安さがロリポップ。安定が年間2万円もすんのか、高っ。え、それってさ、あのアドセンスとかで回収できるもんなのかな。マジか、高っ。安定を求めるなら、X サーバー、サーバー、あードメインと合わせて2万5千円か。え、どうなの？アドセンスとかでさ、2万5千円分ぐらい回収できるもんなのかな？あ、そんなにかかるんだ、ホームページって。だるいな。だる。アドセンスで回収は難しいか。なんか、ワドーのオフィシャルホームページ作ろうと思ってるんだけど、難しいか。おはよう、カッパさん。おはようございます。ブログでいいんじゃない？ね、SEO 効かないんだよね。今のワードプレスだと。どうしようかな。なんでだろう？なんで SEO 効かないんだろう？そうなんだよね。今、ただでできる時代だからね。そっか。ワードプレスでやろうかな。だよね。ワードプレス .com を使ってんだけど、SEO 全く効かないんだよね、なぜか。SEO 対策ができてないのかな？まあ、いっか。金かけるぐらいだったら、今の無料の方がいいわ。そうするわ。ドメインはオリジナル、ドメインだけ取るか、じゃあ。ドメインだけ取って、ドメインだけ入れ替えるわ。育てる、ドメインだけ育てるっていうこともやっぱできんだ。ドメインを力持っておくとやっぱ集客後々有利になったりすんの。年間 12,960 円、古い方が強いんだ、ドメイン自体も。あ、そういうのもあんだ。じゃあドメインはとりあえず買うか。でも年間さ2万で収まるんだっていいよね。ステアカさんいらっしゃい、ワドツ。なるほど、お茶ありがとう。お祭
前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえでお前バットボタン押してんねんもう。